はい、どうも僕です。ということで今回もドラゴンクエストライバルズエースやっていきましょう。ということで今回のデッキはザキの心得ということで、皆さんザラキーマというカードをご存知でしょうか？皆さん全然使っておりません。マスターズくらいでしか多分使われてないんじゃないかなと思うんですが、今回このザラキーマを活躍させたデッキを作ってまいりました。それがこちらのムーンブルクの王子を使うことによってレベル3の効果が7コスト以上だとカードを1枚引いてテンションプラス1プラス MP1 回復ということで、ザラキーマと合わせることによって、まあザラキーマだいたいね、今回ロンダルキアを使うことによってテンションアップ系なんで、まあ10コス、9コス、8コスくらいまで下がるということで、これを使うことによってザラキーマで全除去しつつ、さらにムーンブルクのオージョン効果で 1MP 回復テンションアップカードを1枚ドローができるということで、これがかなり強いんじゃないかなと思っております。ついでにね、今回テンションが上がりやすいということでガメゴンレジェンドも入れつつ、あとはテンション系が強いスライムジェネラルを採用しております。それでは早速やっていきましょう。レッツラゴー。よし、やってこう、こう、こう。そしてカードは、とりあえずここは適当に交換してもらって、さあ、そして来るカードはザキとドングリベビーということで、ザキちょっと早いな。でもまあ他に関しては1コストで、しかもオリムカディに関しては確実にね、ロンダルキアの洞窟持ってきてくんでありがたいと。ということで、まずはここジュエルンということで、ジュエルンはね、建物カードがない場合に関しては何もできないんで、ここは確実にまずロンダルキアをゲットしていくと。これオリムカディ先でもいいっちゃいいんだけど、ただオリムカディの場合はね、ダンジョンがなくても使えるんだけど、このジュエルンに関しては建物なくなっちゃうと、ただの2コス11でクソザコブロッコリーになっちゃうんで、これに関してはちょっとねジュエルに先でやらせて もろてますんですけど、さあここでまず終わり、不思議なダンジョンだよねやっぱり。さあここでさらにロンダルキア、追い打ちのロンダルキアってことで、まあただねロンダルキア同時に出しちゃうと悪いところは、まあまずねここドングイベビー出したいっていうのもあったんだけど、ロンダルキアを出しちゃうとこれ同時に出ちゃうんで6体出るんだよね。なので1体でもユニットいる場合だとこう1体くらい溢れちゃうんで、そこがちょっと嫌なんだよね。なのでここは後で出したんですが、さあここで終わり、牧場物語。そしてここでオリムカではこれはジュエルにぶつかってきた感じかな。うん、そうだね。ってことで、いやこれ牧場できればケツデカユニットがいいけど、どうだ。いやさすがに同じスタッツ、まあまあしょうがないかな。これに関してはもう当たりに来るという前提で無視していくのがいいと思うんで、まずはロンダルキアを出します。さらにここで3点ダメージを与えて、おそらく鬼ムカデ使ったかな。いやテンションアップか、テンションアップで足の波動からの鬼ムカデとテンションアップかな。オッケーオッケー、まずテンションアップして鬼ムカデでカード1枚ドローしていく。さあこれでロンダルキアが1耐久が上がって、さらにここでカード1枚ドロー、できれば特技がいいんですが、あースライムジェネラルか、悪くないけどちょっと早いね、やっぱり。まあ、確実に持っておくっていうのはありがたいけど、ザキと比べたらまあありがたいかな。そしてミラクルソロ、これはありがたすぎ。そしてここでオオネズミ、いやオオネズミはね正直ね、いや倒したい気持ちもありきりだけど、やっぱ倒したくないね。だってこれ3-3出てきてしても耐久上がるってやばすぎるんで、ちょっとこれはね相手に勝手にぶつかってきてもらいたいということで、ここは確実に3点ダメージ、まずルーンブルクの王女を使って。僕お父様知らないの。さあこれでミラクルソード使ってしっかりと状況で、さらにカードを1枚ドローしていく。さらにテンションアップで耐久も上げる。さあここでミラクルソード、まあ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 悪くはないな。そして1点ダメージを与えてエンドを守る。いやこれでもどうにかしなきゃいけないね。オオネズミでもどうにかしなきゃいけないけど、もうどうしようもない、本当に嫌なんだけど。オオネズミとかいうカードをどうにかしてナーフしてほしいんだけど、さあ2点ダメージ食らいます。でオオネズミ絶対強すぎだよね。さあここでブラックベジタ、まさかのもうしびれを切らして自ら起動していくというスタイル。さあこれで337拍子が出てきたんですか、噛みすぎ出てきたんだけど、いやこれに関してはね、まあ、とりあえず今この疾風の旋律とミラクルソードがあるんで除去ることはできるんですが、耐久8、あぶな、これ耐久9になってたらもうさすがに負け確定なんですが、まずはミラクルソード除去。そしてまあ一応まあ山ネズミでもよかったんだけど、もしかしたらなんかの間違いで封印できるかもしれないんで1体残しておきつつ、さらにここで旅立ちの王女へ特技カードを1枚ゲットしていく。さあここでさらにテンションが上がったことによって耐久も上がる。さあここで特技カード頼む、いいの来い。まあ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 最悪なゲームって言おうと思ったけど、まあ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 スカラだったね、まあなんかあるかもしれないから、このスライムジェネラルを10にするとかだったら強いんで、まあ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 と、まあ落ち着きたまえ皆さんと。さあこれで耐久が終わりよ。
世界の終わり、いやドラゲないすぎる。いやもうだってみんな見て、これもう勝ち目がなさすぎる。だけどこれリプレイってことに勝ったんですけど、さあこれでテンションアップ。さあ4点5点ダメージ、もうかなり絶望的な状況ですが、手札が少ないんでここさえ巻き返すことが できればなんとかなりそうなんですが、さあここでテンペラーソード、まずはここはもうテンション上げまくってロンダルキア両方起動して、まあ、除去できるだけするって感じかね。ってことでまずテンションアップ、そしてここでテンペラーソードを装備することによってまず1個起動で準備ボントンです。いやでもね、これに関しては1個しか起動できないんでちょっと厳しいところであるんですが、何が来るかな何が来るかなということで頼む。いいの来い、いいのが来てくれた。そう、ここでポンポコダヌキが来てくれる。これマジで僕持ってると言っても過言ではない。そこでまずスカラを使って HP を上げる。で1点ダメージを与えの、さらにここで旅立ちの王子で全体1点ダメージで、さらにここでダメージを受けたトゲ坊主に、ポンポコダヌキでぶつかって、さらにテンションアップをすることによってさらにロンダルキアが起動していく。これはマジでね、自画自賛しちゃうほどうまいのと運の良さが出てるね。さあこれでテンションアップ、これで頼む。いいの来い。ここら辺か覚えてないけど、いやーまあまあまあ、でも2点ダメージ、タンスミミック率高すぎ。タンスミミック率がすごいんだけど、まずここ2体ぶつかることにって状況で、まあここは特技ダメージ上げたいところでもあるけど、まあ確実にここは2体ぶつかって、このマギールさんも状況でと、いやここよく巻き返したね。これはマジで、いや運の良さとプレイングの良さがもう相まってやばすぎって感じなんだけど、さあこれでまずはここでコインをゲット。このコインマジでいらないけど、ただもしねここスカラ使ったおかげで耐久上がってるんでワンチャン生存できると。さあここでまずはデンダが出てきて、もう最悪すぎると。いやもう本当に何これ、ゴコスじゃないって、頭狂ってるわ。さあこれでお宝発見をしていく。幸せとか力とか使って能力上げるのかなって感じなんですけど、まずは力、ここデンダ使ってくれた、まだザキでなんとかなったんだけど、ここも分散させんのがもうほんと最悪すぎ。まあただね、まあなんとかなるでしょうと僕はまだ希望捨てていない。いきます。さあここでブラストアロー、ありがたすぎ。まずザキを使ってデンダを確実に除去で、ここで MP 回復じゃない、うん、MP 回復かとテンションアップができると。で、さらにここでブラストアローを使うことによって、ここ2体を攻撃。そしてコインを使うことによって、プチメタルの攻撃力が2になるので、武器の攻撃も合わせて両方除去ることができると。これマジで強すぎ。いやでもね、本当にこれ、マジでよく巻き返したね。いやさっきも言ったけど、デンダ3体取ったのはデカすぎ。さあここでブラックビジター、確実に除去リン来ましたが、まあ2ダメージ与えてくれたおかげで、僕のスライムジェネラル的にはありがたいと。さあそしてもう1体はブラバに、もうやめて。いじめるのはやめてよ。さあこれで7でもう HP がやばすぎなんだけど、一応スライムジェネラルのおかげでなんとかなりそうといったところですが、ここでニードルラッシュ、本当は使いたかったんだけど、スライムジェネラル使っちゃうと負けちゃうんで、ここはニードルラッシュ2枚使うことによって確実にここ2体を除去ると。これで相手カード1枚しかないんで、まあ一応なんとかなったかなと。スライムジェネラルを次のターンとか使えばまあなんとかなるんで、ここでまずは回復をしっかりしていくと。オッケーオッケーで回復をしていく。で次のターン、まあここスライムジェネラルを使うか、もしくはまあさか春風、神すぎ春風のフルートでカードを引こうかなって思ったんですが、ここで妖術プラストゲ坊主と、しかしカードは全部なくなった。しかしながらここで破壊と創造を使うことによってカードを引きつつテンションアップ。めんどくさいね。ただ僕にはみんな大好きザラキーマがある。いやもうこれはね、いつ使うの、エマでしょ。しかも幸せな箱がなくなった、これはデカすぎ。まずはザラキーマテンションでしっかりとテンション2段階アップ。初めてザラキーマ見たわ。さあ、初めてではないけど、まああの動画では初めてだね。さあこれでテンションアップをして、次のターンこれでスライムジェネラルを使えばかなり強いんですが、デンダーこれね、幸せな箱があったらやばかったんだけど、ないのでもうクソ雑魚ブロッコリーを、そしてプチヒーローちょっとまずいけど、まあ一応除去しきれないことはないので、まずはここはスライムジェネラルを使って、いやスライムジェネラルが全然言えない。さあこれロングリベビー、これはありがたいね。スライムジェネラルを使ってからのロングリベビーを出して、テンションスキルを使っていくと。でこれね、テンション上げようかなって思ったんだけど、それだとちょっとねリーサルが怖いんで、ここは確実に人食いサーベルでウォールを張っていこうかなと思います。この戦術でさあこれで人食いサーベルを出していくと。いやこれは安定してるね。
で、あとは、まあ、お宝発見を使われたんですが、まあ、一応、スライムジェネラルもいることなんで、かなり安心感があるね。ここで、プチファイターからの、ここで何が来るかと思った破壊と創造。4点はきついね。で、デンタ来るかなって思ったんだけど、まさかの力の盾ということで、これでプチファイターに取られてしまうと。まあ、しかしながら、まあ、ここを攻撃、フェイスに来なかっただけ、まだましかなと。これのおかげで、まあ、なんとか生存率は高まったんで、3点ダメージ食らうだけね。で、さらにここでテンペラーソード。まだ転生スキル使えないけど、これ来たのはかなりありがたい。そしてここで4点ダメージを食らっていく。まあ、一応除去できれないことはないんでありがたいね。ただ、ちょっと HP がやばいと。ここで来る救世主、ガメコンレジェンド。お前は本当に神。最高のゲーム。いや、本当にやばすぎ。こっち3点ダメージからのテンペラーソードテンションアップで、次のターンテンションスキルを使えると、一気に形勢逆転。いや、これはマジでガメゴンレジェンドゲーと言っても過言ではないけど、いや、まあでもね、ザラキーマだっけ？違うな、なんだっけ？ザ、ん？あ、ザラキーマか。ザラキーマのおかげといっても過言ではない。そこで、ね、まずは地獄さん。地獄さんが邪魔だね。しかもテンションスキル。これさ、3個5個どっちだっけ？オッケー、3個だった。まだ全然可能性ある。さあ、ここで幸せの種からの幸せ、幸せすぎる、幸せす肌からのプチヒーロー、さらに命の木の実、これによって、とりあえず3回、もう使いすぎ使いすぎ、待てよ、これだとまだいけないんだよね、これまだ、いけないんですが、ジュエルンが来る。ここはまず3点ダメージを与えてカード一旦引いてみましょうということで、ここでザラキーマは熱すぎ。これで5点と1点で対戦ありがとうございました。これは完全にザラキーマのおかげの勝利。